シリーン、銀座シックステンセリーヌとは、フランス・パリに本拠地を置き、世界各国で展開されているファッションブランドである、LVMH グループに属する。1945年、セリーヌ・ビピアナにより、パリ11区マルト通り52番地で創業。初期は子供向けの高級靴を主に製造しており、1960年代以降、成人女性向けの服、 バッグ、アクセサリーなどにも進出した。1967年からプレタポルテコレクションを開始した。1988年に LVMH グループの一員となる。1997年にチーフデザイナーとしてマイケルコースを迎え入れ、これ以降世界的名門ブランドとして認知されている。本店はハック、モンテーニョー通り36番地。 2014年から本社を2区ビビエンヌ通り16番地に、ある歴史的記念物、コルベールドトルスイカンに置いている。2015年時点でのチーフデザイナーは、フィービーフィロ。2019年春夏より、エディスリマンが新たに就任。東京都港区南青山に、セリーヌジャパン本社事務所を置き、ここを販売、プロモーションの拠点としている。日本では、バッグや財布、 靴などの小物がよく知られ、シャネル、バレンシアガなどと並んで、国内外の芸能人スナップ記事でたびたび目にするブランドとして認識されている。本社直営店のほか、セレクトショップでの商品取り扱いも数多い。2010年の日本国内のファッションブランド人気度ランキングは、衣料品部門で17位、バック部門では9位、特に40代、50代では8位となっている。 取引広告代理店は ADK マインドシェア。1984年にはブリジストンがセリーヌ社の許可を得て同ブランドの自転車を限定製造した。特にハンドルなどを金メッキした最上位モデルシルエットセリーヌサクル -27 は30台限定30万円で販売された。この自転車はドラマ 古畑任三郎で主役の田村正和が乗ったことで話題となった。ありがとうございます。